モンスターハンターワールドアイスボーン、ストーリー攻略パート14。どうもこんにちは、T1 スタイルズです。いよいよです、いよいよアイスボーンの看板モンスター、イベルカーナとの決着戦です。いよいよここまで来ましたねー、長かった。発売日に初めてイベルカーナを見たあの日から、随分と遠くに来てしまったような感覚すらあります。ついに決着をつける時が来たんですね。ここで一度クエストを終えまして。今回はね、フレンドのクリオスとストーリーの進行具合が並んだので、一緒に攻略していこうと思います。一緒のタイミングでストーリーを進めるには、先に今のムービーを見ておく必要があるので、仕切り直した上で、再度クエストに挑み直しています。おいスタイル、準備万端で駆けつけたのに、イベルカーナのやつ初期位置から移動しちまったぞ。クリオスが来るの遅れたからじゃね？特に問題ないっしょ、さっさと戻るぞ。天身の層行きちゃったんだよな、タイミング悪すぎんよ。なるほどな、まあイベルカーナもこれを予期して逃げたんじゃね。くそ、あいつ、やりやがる。今回は前回から装備を一新しまして、飛びかがちのヘビーボーガンで、挑みたいと思います。簡単に説明すると、前回使っていた貫通弾を、6発装填できるヘビーボーガンです。そしてシールドパーツとガード性能、ガード強化スキルを採用しており、敵の攻撃を防ぎながら貫通弾を打ち込んでいく戦術に切り替えてみました。回避をメインにしていた前回の貫通弾ライトボーガンからすると、この貫通弾シールド付きヘビーボーガンは、戦術的に180度変わった感じかなぁと。当たらなければどうってことはないから、すべて受け止めて防いでみせる運用になったわけですからね。ただ攻撃するごとに回復していく、回復カスタムのようなものを積んでいるわけではないので、防いでいても、少しずつダメージを食らうはず。霧の良いところで回復を挟みながらの戦いになるかな？ただ安定はしそう。ちなみに作ってから初めての実戦がこの試合です。イベルカーナの動きも前回で分かってきたし、シールド付きヘビーボーガンは以前にもお世話になっていたので、初運用でも取り回せる自信があったからね。他にも似たような貫通弾をメインで回せそうなヘビーボーガンに、ナルガクルガ素材のヘビーボーガンや、レイリエナ派生のヘビーボーガンがあったんですけどね。現状ですぐに作れそうだったのがこの飛びかがち亜種のヘビーボーガンだったので、これに手を出してみました。装備詳細は最後に載せるので、今はイベルカーナとの最終決戦に、集中したいと思います。シールドはつけていてある程度安心している時に怖い一つの要素が、段差です。反動で段差から落とされたりすると、シールドが一瞬発動しません。ヘビーボーガンのシールドは、装填や発砲をしていない何もしていない時に、正面から来る攻撃のみ、防いでくれる効果があるのですが、慢心しているとめくられるのが怖いですね。何回ベルカーナの顔、物足りない感じになった？顔の氷が剥がれたのか？前回のセリエナ防衛戦ではずっと氷をまとった姿だったけど、もしかして氷、剥がせるのか？他の固有よろしく、何かをまとった状態と、何もまとわない状態が存在するのか？よく見れば全身の氷が剥がれてきてるな。ダメージを安定して出すのは少し難しそうだけど、シールドのおかげで安定性は増したね。いちいち避けて回らない分、前回より攻撃を的確に入れやすくはなったかな？改めて見ると、こいつの攻撃はなかなか斬新で見応えがあるなぁ。しっかり受け止められるとこうも違うのか。
こういうとこか。攻撃が来ないと思って装填したら、頭の上からつららが。遠隔攻撃はなかなか慣れませんな。おろ？クリオスがイベルカーナの氷を剥ぎ取り切ったぞ。やるなおい。おうよ、このままスタンも狙ってやんよ。ありがたし。二人だとやっぱり頼もしいね。スタンしなかったか。どこかの部位破壊はできたし、いい感じじゃない？ちょっと油断したらダメージもらった。だが慌てて回復に移るのは危険だ。ヘイトが自分から離れるのを待たねば。今なら大丈夫そうだな。よし。モンハン初心者脱却最初の基本は、回復するタイミングだと思う。ダメージ食らったら回復しないと思って慌ててるうちは、どうしても上達しないよね。回復できるタイミングまで、避けたり逃げたりしてやりきってから回復しないと、いくつ回復薬があっても足りないよねー。氷まとっていないイベルカーナは、いつか流血症の地で戦った、手を抜いていた状態と変わらなさそうかな。これならクシャルダオラが陸戦やってるのと変わらない感じだね。これは戦いやすい。だが移動してしまったか。どうせどこかのタイミングでまた氷まとうんだろうよ。それまでがチャンスっぽいな。絶対そうだろうね。イベルカーナの基本攻撃は、この槍のように刺してくる尻尾だね。これさえ気をつけていれば、この状態はやりきれそう。この状態でのブレスは見切りやすいし、氷の柱ができるようなギミックもないし、捌きやすい。うむ、やはりこの状態は氷の柱を作れないようだ。おっと、氷をまといやがった。こうやって氷まといとそれがない状態を繰り返しながら戦う感じか。いよいよパターンが見えてきたね。固有らしくなってきたな。お、猫ちゃんありがとう。回復させてくれました。敵の攻撃を防いで戦うことがメインになると、回復が一番手間だと思ったので、今回の猫には回復ミツムシの装備を与えています。今のはいいタイミングだったね。シールドで少しずつ受けているダメージ分を回復させてくれると、本当にありがたい。おっと、ホットドリンクの効き目が切れた、飲まないと。ホットドリンクを飲まないと、こういう寒い場所では、徐々にスタミナが減っていきます。シールドはスタミナがないと使うことができないので、スタミナを奪われる前に、ホットドリンクを飲まないと。これでまたしばらくは安心だ。前回の初見では苦戦したイベルカーナも、やっぱり一度動きを見て、ある程度の対策をして挑むと、だいぶ楽ですよね。相手を知ってやりやすい装備やスキルを組むのがモンハンの一つの醍醐味ですね。だけど、初見でヒーヒー言いながら、なんだこいつ化け物かーって思うよね。抱きながら戦うのもまた楽しみで、初見での苦労と対策後のストレスフリーの差をね、感じるのも面白いですよね。これな、これだよね。何回かにも、本気出した感じになる。おっと、これはだいぶ範囲の広い攻撃だ。もしかしたら必殺技か何かか？よし、翼か何かを壊せた。イベルカーナが横転したし、氷まとい状態も終わったぞ。今がチャンスだな。ちゃんと頭からダメージを通せると美味しいね。前回のライトボウガンは、こういうチャンスで定点した連続攻撃が難しかったから、その点ではこのボウガンの方が扱いやすいな。装填も普通のリロードだしね。また氷まとい、楽しくなってきたぜ。
おっと、反応が遅れた、体当たりか。そのままこちらに連続攻撃か、今は回復に移らない方がいいな。なんて思ったら優秀な猫ちゃんである、絶妙なタイミングで回復ミツムシを届けてくれるね。これはあれだな、回復カスタム的なカスタム強化をできるまでは、ミツムシ猫ちゃんが外せないね。最高のヒーラーになってくれている。これな、この本気出した感。怒り状態になったってことなんだろうけど、これになると攻撃パターンが変わる。と思ったら移動でござるか。ふっふっふー、こんなの盾で防ぐまでもない、歩いているだけでかわせるでござる。あれ？ちょ待って待って、なんでこうなるんだよー。くっそー。ベリオロスの時のトラウマ再来なんですけど、あそこ崩れるんだったなー。攻撃が地面に当たると崩れるんだろうなー。くっそー。おいおい、その間一人で戦ってる俺の身にもなれ。すまぬ。あれ？おう、絶賛ボコボコ中だ。いや一人でもやれてるやないかーい。あれ？足を引きずったぞ。もう終わりか？さすがのイベルカーナも、我々二人を相手にはかなわないってことだな。やめとけやめとけ、弾の無駄だ。追いかけるぞ。おう。なんか私のいなかった一分ちょっとの間に、随分弱った感があるな。よしストップだ、寝るまで待とうぜ。寝ましたね。おっしゃ、爆弾タイムだな。イベルカーナのような固有に分類するモンスターには、落とし穴やしびれ罠のような罠は効かないからね。生け捕りはできないので、完全に討伐しきるため、寝ている時には爆弾を置きます。んじゃま、狙撃榴弾狙うから、起爆はクリオス頼んだよ。任せとけ。狙撃榴弾発射。いい感じ。あともう一押しかな、頑張りましょうや。いよいよストーリーの主軸にあったこのイベルカーナを倒せると思うと、ワクワクしてきたな。そしてこのイベルカーナの巣のデザインも、かっこよくて気持ちが上がるね。これが最後の氷まとい状態であることを願うぞ。いやそうしてみせよう。はう、横からの攻撃は防げない。すまん、今のは俺に捨てた兵刀をかぶせちまったな。逃げ方が悪かったわ。横から攻撃されるとか今までなかったから、びっくりしたぜ。まあ許せ、これでようやく、イベルカーナ討伐だ。おうよ、お疲れちゃん。ちなみに今回使っていた武器と装備は、こんな感じ。ベニカガチの資質、このヘビーボウガンは作成コストも楽に済むので、貫通弾ヘビーボウガンのデビューとしては、いい感じでした。ここにシールドパーツ2枚を刺し、弾丸重火パーツで貫通弾強化、反動抑制、リロードパーツを1つずつ刺して隙を減らして戦っていました。スキル構成はこんな感じ。EX ガンキンアームとグリーブのベータは、ガード性能が4つも乗り、2つ装備した時のシリーズスキルでガード強化も乗るので、今回は重宝しましたね。装填拡張などをしたかのですが、貫通銃を持っていない関係上、頭のナルが装備についている貫通弾強化を切ることができず、あとは会心を無理やり乗せた感じの構成で挑みました。ともあれ、シールドヘビーボウガン、安定性抜群でしたね。これでようやくストーリーモードもね、ラストだぜ、お疲れ様でしたー。
よくやった。お前は本当にすごいな。すごいぞ。やったな。マグマを急速冷却して生成か。これをまとうことで冷気を制御していたみたい。石が劣化して剥がれるたびにまとい直しているんでしょう。なるほどっすね。それでじいさんに報告できるね。はい。でも祖父は私に別のことを知ってほしかったのかも。いい課題だったわね。はい。知りたいとあがくってすごいです。相棒。石の謎に付き合ってくれてありがとうございました。あなたは本当に本当に。いや、戻ったか。こっちはなんとか一段落ついたところですよ。そのようだな。ひとまずそちらの経緯を聞かせてくれないか。これでレイゲーナの異常行動も収まって、寒冷化による生態系の壊滅も免れるはず。素晴らしい成果だったな。しかし水を差すようで申し訳ないが、私の調査結果を聞いてほしい。それを報告する前に。分かってたんだけどね。イベルカーナで終わりじゃないよね。至る所に不自然な断層を見つけたわ。それもたくさん。この地で頻繁に地殻変動が起きていた証拠よ。地殻変動？そう。でもそのどれともイベルカーナとの関連性を見つけられなかった。それに歌が聞こえる理由も不明です。まさか、うん、歌と地殻変動は関連している。レギエナの行動やイベルカーナの活性化に影響していた可能性が高い。これらが収まらない限り生態系の異常は続くだろう。だとするとその原因は大いなる存在か。ここからはその大いなる存在を追うわけか。ありがとうございました。またねー。